ハプニング、ハプニング。大丈夫。いけますか？大丈夫です。では、次の曲、いきましょう。ナイティングローイングアップ。新しいお客さんもいるかと思うので、もう一度自己紹介をしたいと思います。はい、ギター担当のさやか14歳です。はい、ドラム担当のいさこ14歳です。でしてリーダーのりさ15歳です。はい、次に聴いてもらう曲なんですが、私たちのデビューシングルのカップリング曲で、7月から私たちがイメージガールをしている化粧品の CM の曲となっているんで、4月にその CM を見たら、あ、この曲やなって思ってチェックしてください。お願いします。お願いします。お願いします。そして次のライブ告知っていうか、まあライブ情報などのことはインターネットでマッドキャッツって調べていただいたら、私たちの公式ホームページの方が出てくるんで、そちらの方でこれからの出演情報などをチェックしてくれたらなと思います。お願いします。お願いします。マッドキャッツのスペルって何なんやったっけ？
はい、いつもよく間違える人が多いと思うので言います。 M A D、まあ、ここまでは普通なんですけど、この後が C A T S じゃなくて Z です。 C A T Z でマッドキャッチです。そちらの方間違えないようにお願いします。はい、お願いします。オッケー。じゃあ最後の曲をいきたいと思います。聴いてください。スイートデイズライト。